100円みなさんこんにちは、ひまわりチャンネルのまーちゃんとみーちゃんとひろっとねんねとばばとママです。イエーイ。じゃあちょっと普段よろしくお願いします。さっそくみんなよろしく見てね。はい、ゆるくるくるく、今日は家族みんなで AI が考えたクイズ対決します。イエーイ。考えたって部分がわからないね。今 AI は何でもできるんですよ。やだーやだー。仕事を奪われると危惧している小学生たち。スイススイスイススイスイススイスイゴイススイゴ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 イ。なんで覚えらんないの。ママ今 AI 何でもできるからって俺行きたかったの。ゴイゴイスイススイ。AI ね、今、何でもできるんですよ。なぞなぞも作れるんですよ。なーにー、やっちまったな。確かに今、イントネーションすごいイントネーションだね。つまり、AI にたくさんなぞなぞを作っていただいたので、まあ、普通に AI のなぞなぞゲームですよ。なんで今、なんか今良かったのにさ、いいんだ。いや、ていうかさ、めっちゃスルーしてたけどさ、なんか一人不審者いるね。うわっ、うわっ、あなたどなたですか。自己紹介したじゃないですか、さっき。前回、キューマス鬼ごっこで完全スルーしたからさ、ちょっと触れておかないといけないかなと思って。ねねでーす。ねねでーす。ごめんなさいね。ちなみに今回もポイント勝負です。前回はダンボール障害物競争で、まーちゃんとピロピが1星もらった。イエーイ。ねねはちょっと不利だけど、実家に帰ってきた時だけ参加。こちら、早押し対決です。答えを今持ってるフリップに書いてからボタンを押してください。はい、はい、あ、これはちゃんとクイズなの、それとも謎謎なの。謎謎ですね。謎謎、はい、そこに誰かがクイズって書いたからそれに引っ張れちゃったんですけど、謎謎です。誰クイズって書いたの。パパがまーちゃんに書かせた。じゃあ音が悪い。そうだね。まーちゃんおーちゃんの探し絵本発売中。探してみてね。見てね。AI が考えた謎謎の1問目、口に入れても食べられないものは何でしょう。ちょっと、え、みんなのは。なんでこれ、こういうようなの。最初からハズレみたいな音してる。ちょっと1個壊れちゃったんで、いいよね、まあ、パパってこんな感じだし、いいよね。パパってこんな感じ。はい、オンコブブー。オンコじゃねえの。そりゃだって AI の答えはうんこじゃないもん。違うよ。一番最初の回答うんこかよ。はい、おちゃん、ビロブー。お、え、同時。わ、すげー。じゃんけんで。じゃあ最初はうじゃんけんぽい。はい、こしょ。じゃあねねから。ペットの鉄球ブー。あーでもはっちゃん、歯ブラシブー。え、どれも食べれない。めちゃめちゃもういない。歯ブラシだよね。なんかもっとこれ食べられないでしょみたいなのあってもいいかな。ピロピ。はい、食べられませんと書かれたあれ。あれあれあれじゃん。あ、じゃあヒントね。ヒント4文字。4文字ちゃんと納得する答えが出てくるんですよね。ちなみにこれはえ、おっと、なんか怪しいな。4文字、はい、残り10秒。はい、はい、今日私がいただくのはお前の魂。魂。はい、パパ。パパで終わりです。モカルイ。わかるか。何これ。わかるか。はい、正解はドアノブです。おい、どういうこったい。ドアノブ口に入れるか。なるほど。ドアノブが。なんで納得できんのそれ。確かに食べられないな。いや、そりゃそうだけど。口中に入れても。こちらちゃんと解説ありますよ。ドアノブは口に入れても食べることはできません。あー！AI が人間にとって買うのはまだまだ先だな、これ。うん、なんか安心しました。文句を頑張れば食えるかよね。ドアノブは頑張っても食えない。いや、でも AI はそう言ってるので。さすが AI。 AI は
まあ、逆に言う選定やられた。よし、じゃあドアノブ以外は食べられるってことだ。確かに確かに。えー、怖え。じゃあ第2問、ピザを高く売っている動物は。なんかな、ぽい流れ変わったぽいな、なんか。あ、お、またパパが最初。なんでピザ。はい、パパ。高っ。何正解しとんねん。マジで。なんで赤なんだよ。これだけはないと思ったぞ。ここまで考えたのに。私これだぞ。人間。私これだぞ。なんでこれ、狐。なんでキツネ。なんでだよ。大抵、大抵キツネが悪いことするから。つまらんね。じゃあ、タカはなんなん。タカは、タカが売るからダメだよ。タカ。どこがかかってる。正解正解やったぜ。理由理由出した本人も正解ってしちゃってるじゃん。理由聞こえ。理由タカイコール高い、高く売る言葉の文字入り。ピザワイ。ピザワイ。ピザワイ。ピザ。何でもやるかい。一つ分かったことは、パパの頭脳は AI 並みってこと。ああ。AI に近い。じゃあ音はドアノビが何でも食えるってことでいい。パパ1ポイント1ポイント後ろにあの書いといて。ああ、そう、急に自信がついてたよ俺。第3問、はい、ででん。空を飛ぶことができる、赤い服を着ていてプレゼントを持っている。え、でも本物ではないよ。これはなんだ。なんだあそこのクイズは。知ってても本物。はい、ピロピ。お父さん。ブー。ああ。あ、まーちゃん、はい。サンタ。え、ブー。あ、びっくりした。はい、ねえねえ、エセマリオ。赤い服着ててね、うん、まあ、高くジャンプできるし、うん、なるほど。でも本物じゃないよ。ブー。いいですか、うん、俺、これ正解するよ。やめろ。あ、AI のだから。 AI の、 俺 AI の一緒だ。やばい。はい、ジャル。ジャルの、これ、ここ赤いやん。どうしてジャルだと思ったの。空を飛んで、赤い服着て、いっぱい荷物を積んで中に。でも本物。でも本物のジャルじゃない。ジャルじゃないじゃん。偽ジャル。偽ジャル。偽ジャル。ブーって。あー、くそ。え、え、どっち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 。はい、じゃんけん。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、でしょ。エセヒーロー。エセヒーロー。ブー。真のヒーロー。ブー。え、ヒントとかある。本物じゃない。ホラーを飛べるよね。まーちゃん、コウノトリ。赤はどこにある。体内。体内。粘膜の色とか。そうらしい。ブー。そろそろ締め切るかな。みんなかすってもいないですよ。ヒント出してくださいよ。僕、漢字2文字。あはい、ピロピ。あ、おちゃん1番。ブー。じゃあピロピが最後。はい、その日の仕事もいつも通りだった。俺は現場を片付けると裏通りのバーへと足を運ぶ。マスター、いつものを頼む。今日の仕事はどうでした。マスターはシェイカーを振りながら答え。その時、ドアが開き、現れた男。現れた男が空を飛ぶことができて、赤い服を着ていて、プレゼントを持ってて、でも本物ではない。嘘。え、まさか。うーわー。2文字言うたやん。2文字言うたやん。なんで書いてんの。終わり。締め切ったよ。締め切った。小説思いついたんじゃない。締め切ったよ。あの、やりたいならじゃあいいっすよ、おさば。はい、先のピルピーからなんかヒントをもらいました。隣のお客さんから。これは女の子ね。俺は女の子。マスター、マスター。これ、このお客さんがこの女の子に飲み物を。だったらこいつの方がマシで。隣のお客さん。はい、ブー。はい、じゃあ正解発表します。難しいんだけど。正解は、うん、風船です。本物じゃないよ。プレゼント配ってない。本物じゃないよって何。風船。ご納得いただけないようなので、はい、AI の解説。風船には様々な形やキャラクターがあり、空を飛ぶことができます。クリスマスのサンタクロースの形をした風船はよく見かけるアイテムで、プレゼントを持っていることもありますが、もちろん本物のサンタクロースではありません。
ということで正解は風船でした。なんでもありえない。なるほど。というわけで全員不正解。難しすぎ。大丈夫ですかね。だいたい分かってきました。分かる。全然謎謎。うん。掴んだ。掴めた人が若干1名。うん。うん、あ、だいたい分かりました。たまたま1問正解しただけで掴みましたよ。第4問。一日中口を開けているのに食べ物を食べないものは何？分かった。早い。さすが AI の。こういうのが正解するんじゃない？はい、パパ。本当。鷹のあれ来てるよ。ビビビッと。ピロビッ。ああ、まだ口開いてる。ぼーっとしてるときはいつも口が開いてると、アホみたいに。誰がアホじゃん。なるほど。お、これは、うん、正解。ああ、なんでよ。外れ。まーちゃん。はい、マネキン。ちなみに理由は何も食ってないから。ブブー。はーい。はい、ねーね。マーライオン。確かに。でも確かに開けてます。はい、おーちゃん。服。え、どうして？袖とか、こういうところがずっと開いてて、まあ、で、食べ物も食べないから。なるほどね。でも、うん、はい、パパ、はい、これはもう、さっきの古代の中にヒント隠されてるよ。ちょっとまだ言ってないんだよ。一日中口開けて何も食べない。どんなもの？それ行きます。はい、風船。ちょ食べ物は食べないけど別なものは食べるかもね。じゃあまーちゃん。バスタブ。バスタブ。上が口ってこと？そういうこと。ちょうどね。違います。もうそろそろ締め切ります。嘘やん。シュレッダー。てない。ゴミ箱。秋田県の子。もうね。もう終了。まおまーちゃんで終了します。まおちゃんで終了します。こいつ。何それ。誰これ。千の千尋の中のあの与馬場の息子や。こいつはだから一日中口開けてるのに何も食わない。何も食わない人。ね、にしてはなんか肉付きが良くない。正解か外れか教えてください。違います。最終了です。お前ら分かった。じゃあ答えを発表しますよ。郵便ポスト。ちょっと納得できる。あの解説ね、はい、郵便ポストは手紙や荷物を受け取るために常に口が開いてますが食べ物を食べることはありません、はい、ちょっと納得できるだけに悔しい、うん、今回は珍しく AI がまともな問題を出しました。今のところさ、1問しか正解してないんだけど。しかも正解する気なく正解した。第5問。こちらの問題は少し難しいかもしれません。今までのやつ。今までの超難しいんだけど。これ難しかったんだよ。超難問や。ある日、トムは家にいました。突然、雨が降り始め、窓が開いたままになっていました。しかし、トムは窓を閉めずに、雨が家の中に入ってくるのを黙って見ていました。なぜでしょう？はい、ピロピ。はい、トムは人間ですか？ああ、人間じゃん。いや、まあ人間ですけど、その答えは間違ってます。なんで質問してくるなよ、答えで。これってウミガメのスープじゃないの？はい、トムは、はい、雨水を定期的に浴びないと死ぬ病気だった。はい、正解です。はい、おーちゃん。はい、家をプールにしたかった。なるほど、家をプールにしたかった。ね、違います。はい、ねーね。お、トムはどうすればいいかわからなかった。なるほど。これは閉まったまま立ち尽くしていた。違います。待って、見てただからな。はい、はい、さっきのねーねの回答も補足みたいな感じです、はい。私はその場に立ち尽くすことしかできなかった。私には彼女の存在が全てだったのである。どういうこと？いなくなっちゃったの。何が？
私には彼女の存在が全てだったのである。それでなんで黙って飴が入ってくるの見てたの？トムは家の中でプールをやりたかったのではい、理由が一つしかない。雨は雨だったから。雨だったの？雨は雨だった。違います。ヒントいきますよ。トムは何かをしていました。だから窓を閉めなかった。はい、ねえねえ、リモート会議確かにリモート会議してて、いやいやいや、ちょっとすいませんって言っていけるやん。いや、トムはそんなことできない。言えなかったのね、うん、あーだよ。いや、いい答えだけど違います。はい、ピロピン。トムは避けてプッシュをしていたから閉められた。リングフィットすな。手が塞がってたのね。下げてフップッシュしてたから。なるほど、手が塞がってて。まーす。はい、おくちゃん。24時間動いちゃダメ生活してたから。なるほど、なるほど。あー YouTuber だったんだ。それは閉められないわ。でも違います。当ててほしいな、これ。マジで当てられるんですか？当てられる。奇跡的な確率で当たると思うけど。ちょっとシーンってなったんだけど。はい、パパ。トムはジェリーを捕まえるのに忙しかったから。お、トムは人間です。普通のクイズだったら当たってもいい答えがいっぱい出てきますね。じゃあピロピロで、トムのアイデンティティだから違うか。はい、トム何かしてたんですね。トムの家は火事だったから。おお、なんよ、みんな納得してんのによ。筋が通っちゃダメなんだって。皆さんがそれをやってたとしても、雨が入ってきたら窓を閉めたと思います。それを中断して。体のどの部分使ってんの？まあ、体全体を使いますけど、基本的には手と腕ですかね。はい、これ正解っしょ。お、孫の手で背中をかいていた。基本腕やろがい。体使うときどうやんの？こっちかな、こっちかな。はい、まーちゃん。トムは右肘左肘交互に見て踊っていた。右肘左肘交互に見て。違います。はい、おーちゃん。ももあげあげしてた。手と足だけじゃないやろがい。いや、これやるじゃん。トムがやってることは基本的にはあんまり家の中ではやらないかな。ボーリングしてたから。はい、一人キャッチボールをしていたから。素振りをしていた。出尽くした。なんか自信ある答えある人いたら最後答えてもいいよ。はい、ピロピ。これかなって配信をしてた。配信って基本外だっけ？卒配信をしてた。はい、残念、全員不正解です。ほとんど優勝しちゃうんだけど。確かに鷹で優勝しちゃうんだけど。正解はトムは窓を閉めなかった理由は彼が魚の釣りをしていたからです。それでなぜ閉めないんだったのね。じゃあ解説聞きます。ああ、解説ありますか。窓を開けたままにすることで釣った魚に雨水を取り入れ、魚を快適に保つことができました。したがってトムは窓を閉めずに雨を見守っていました。そう、全然悔しくねえ。じゃあ最後の問題。あ、いいっすよ。じゃあこれ正解したら10ポイント。10ポイント。おい、頑張ってくださったね。はい。最終問題。頭が熱くなると足が増えるものは何？は？はい、ピロピッと。いや、今まで見たことないけど。頭を温めたら、うん、足が増える。そうそう、頭温めたら足が増える。そういう顔してるよ、ほら。バレたか。よくわかんないんだけど。はい、ピロピ。天才バカボンのおまわりさん。確かに確かに、追いかけてるとき足増えてるわ。そうそう。でも、うわ、違います。一番当てはまってんのに。はい、ヒントね、こちら。なぜこの答えになるのか私には理解できません。この出題
ないしったのかな。暑くなるって。はい、ねね。パパ。今、高できると思うなよ。高舐めんなよ。はい、ピロピ。トム。はい、おちゃん。トムの魚釣り。前の問題から持ってくるのはやめましょう。はい、おちゃん。はい、汗。汗を足という世界だから。今までの答えの中よりは共通点がある。はい、好きじゃない、好きじゃない。海水。なるほど。でも距離、あの汗と海水の共通点については。はい、ピロピ。水。まあでも共通点としては良いよ。はい、サウナ。サンウナ。サンウナ。サンウナ。太陽は。それ何だ。新しい韓国の俳優の人。サウナ。サウナ。はい、ねね。そろそろ耳が痛い。マスクしてるからね。マスクしてるからね。みんなそろそろもういいかな。俺を優勝していいんじゃないか。やだよ。やだ。おいしい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 。はい。氷。良い良い。間違ってるけど良い。はい、ピロピ。アイス。の。ここまで言うの。の。の。はい、おちゃん。アイスの実。はい、でね。パルム。バスアイスの棒。惜しい。え、惜しい。え、惜しい。アイスの棒、当たり付き。違う。違う。アイスクリームのコーン。はい、イエーイ。今のコーンしたのに。なんでコーン。あーちゃん正解。なんで熱くなると増えるの。はい、頭が熱くなると足が増えるものはアイスクリームのコーンでした。はい、解説です。アイスクリームが溶けるとコーン、かっこ足のように見える部分が見えてきます。このコーンを足として表現しています。トンチンカンな問題として楽しめます。トンチンカンすぎるだろ。楽しめるか楽しめないかお前が決めることじゃねえ。じゃあイライラしてる。やばっ。トンチンカン、トンチンカン、もとどおれば何のトンチンカン。5 4 3 2 1。トンカチトン。100円。この流れ知らない人笑えないから。どうしてくれこの空気。この空気どうする。この空気どうする。5 4 3 2 1。トムです。500円。あれ、面白い時はどうなの。面白い時はそのまま次の人に回ってくる。あ、面白くない時は罰金取られる。100円取られる。地獄みたいなゲームになってる。はい、というわけでですね、AI なぞなぞゲーム優勝は頼む、お願いします。これだ、トン。まーちゃんです。イエーイ。マジか。頑張ったんだけどな。これは最後10ポイントゲットしたまーちゃん。裏切られた顔する。あ、忘れたよ。何の話を聞いてる。おめでとう。こっち見てたの。俺とまーちゃんの勝ちかなと思って。まーちゃんに星を進呈しまーす。イエーイ。やった。ありがとうございます。この問題考えたやつ誰だよ。いやだよ。いや、面白かったわ。出演者は面白かった。こっち側はもう白げてるからな。なんであの俺関係ねえみたいな顔してんの。ドンキーコング。赤がコーンに負けたな。なんでこんな空気にすんの。空気どうにかしてもらわないといけないんじゃないの。あ、確かに。この茎どうする。この茎どうする。5 4 3 2 1。ニンニン。10,000円。クボタン押してね。洗濯もよろしくお願いします。ひまわり咲いたらじゃんけんぽい。皆さん、チョキを出しました。わかった人は明日。
みんな空っぽだ。みんな空っぽかも。次のひまりちゃんの動画見てね。また会いましょう。からぼう、からぼう、これは何ぼう。5、4、3、2、1、ヨギぼう。ヨギぼう。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。次の動画も見てね。バイバーイ。